パートナーの女性を裏切る男性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見直さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。好きな気持ちが変わってしまうのは男性も女性も仕方がないことではある。ずっと好きだよと言っておきながらもね、好きじゃなくなってしまうことは、それは彼にもあるしあなたにもあるんです。しかしその気持ちが変わってしまうのは仕方がないにしても、そもそもね、気持ちなかったんじゃないのこの人、そもそもあなたを裏切るつもりだったんじゃないですかこういう男性は、というね、まあ悪い男というか、まあ、女性を裏切る男には大概こういう特徴があるよねという、その特徴を今日は代表的なものを7つご紹介していこうと思います。そもそもね、彼がどんな人であるかどうかという話は別にして、あなた自身がね、ちゃんとあなたの気持ちを正しくお相手に伝えるためにはどうすればいいのか、自分の気持ちをね、ちゃんとお相手に理解してもらうためにはどんな話し方をすればいいのかという話については、こういうセミナーで詳しくご紹介をさせていただいています。こちらに画像出ていますが、日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますので、日程場所をご確認いただいてご都合よければね、こちらにお越しいただければいいんだが、今日は男性の特徴としてね、悪い男、あなたのことをこういう人は裏切るから、そもそもお付き合い考えた方がいいし、今そういうお付き合いにある関係だったらね、ちょっと早いうちにまあお別れを選択というのもありじゃないでしょうかね、というふうに、考えていただくきっかけとしてね、女性裏切る男性の特徴をご紹介していこうと思います。もちろんここでご紹介させていただくし、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもなくて、状況とか環境とかね、お互いの関係によっても若干違いがあります。なので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、こちらからねホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで、今日は女性を裏切る男性の特徴ということで、こういう行動態度を取っているような人だったら要注意というお話です。そのうちの一つ目はこちらです。はい、自分はね悪くないというような人ですよね。これ男性も女性もそうだし、恋愛に限らずね、お友達関係でもみんなそうなんですけど、常にね、自分を被害者ポジションに置かれる方というのは、後々になってもね、対あなたに対しても自分を被害者ポジションに置いて、自分は全然悪くないからということであなたを裏切ることは結構ありますよねという話。傍から見るとね、なんかすごくいつもこの人被害者で大変な思いをしてるのかな、辛い思いばっかりしてきたんね、私が手を差し伸べてあげなければいけない、私が受け入れてあげなければいけないなんていうふうに、ちょっとね、母性本能をくすぐられて助けてあげようなんていうふうに思ったりすることあるかもしれないが、そんなの助ける必要全くないんでね、彼は自分で被害者ポジションに自分の身を置いてるだけで、そういう立ち位置を取ることによって自分を正当化しているだけなので、会社がね悪いから俺の給料が上がんないんだ、世の中が悪いから俺はうまくいかないんだ、友達が悪いから俺はいつも苦しいんだ、前の嫁さんが悪いから離婚することになっただし、前の彼女と別れたのは彼女がカクカクシカシカこういうね悪い女だったからなんだ、いや俺は全然悪くないよっていうね、そういうことを言う人ってさ、あなたに対しても、関係ね深まっていくと、今はそうじゃないかもしれないけど、いや俺は全然悪くないけど君はこういう態度を取るからだ、こういうものの言い方をするからだ、君はこういう接し方を俺にするから俺たちはうまくいかないんだ、全部お前のせいだみたいなね、ことをやってくるんだね。そうなってくると、あれ、なんか私なんか悪いことしてないんだけど、なんかでもやっぱり悪いことしたんかななんていうふうに、だんだんね彼に追い詰められて、だんだんね、なんか自分が悪いような気になってきて、そして一緒にいるけど苦しいと、で別れたいと言っても、いや別れるなんてとんでもないみたいな話になったりとかね、よくわかんない展開になっていきながら最後の最後で終わってしまうっていうね、何だったんだこれっていうことに、なるより前に、ちょっとね、あまりにも自分のせいが過ぎる、他人のせいが過ぎるような人、自分は悪くないと言ってるような人っていうのは、これ女同士でもね同じだと思いますし、男同士でも同じだし、恋愛でもね全てにおいて言える話だから、分かっちゃいるんでしょうけどね、どうしてもこうね、さっきも言ったようにちょっとこう被害者面されてね、被害者ポジションで、自分いつも辛いんでみたいなこと言われると、助けてあげなきゃっていうふうに思うことあるかもしれないが、その考えはちょっと横に置いておいた方がいいという、そういうお話でした。さあ、そして2番目こちらです。はい、
自分のことをね言わない人ですよね。まあ隠すというふうに言ってもいいかもしれないし、あぐらかすというふうにね、まあ、言ってもいいかもしれません。あなたがねちゃんと彼のことを聞きたいな、知りたいなと思って、結婚してるのかどうかということを聞いても、それについてねはっきり答えない、どこに住んでるのと言ってもはっきり教えてくれない、家に行きたいと言えばね、いや今日ちょっと弟がさ実家から突然やってきて泊まってんだよね、しかも何日かいるみたいだから友達家に連れてこれないんだよ、ごめんねみたいなことで家を教えないとかね、もう話が全然おかしいですよね。もちろん初めて会った人にさね、今会ってまだ3分ぐらいしか経ってないのに自分のことペラペラ喋るからさ、それは相手もあなたに警戒心を抱いているから、なかなかね言えない問題があるっていうのはそれは分かりますよ。でも多少さ何回かコミュニケーション取りながら、じゃあ本当はねどこに住んでんだとか、どういう仕事をしてるんだっていうことに近づいて、ちゃんと説明をしたりとか、ちゃんとその根拠をお示しにならないっていうことは、いつでも逃げる気満々ですよ、いつでも僕はあなたを裏切る気全開ですよっていうことを言ってるのと同じ話だから、そこをね真に受けないというか、まあそこをねちょっと条件いいからとか、まあちょっと自分とフィーリング合うし、まあいい男だし、まあいずれねちゃんと時間が経てば説明してくれるかなとか、自分の心をねちゃんと開いて私に見せてくれるかなっていうふうに思っていても、それは裏切られるだけですからね。本当に誠実でね、あなたに対して、まあ付き合う付き合わないとかさ、長くその先も一緒にいるかどうかは別にしてね、まずは入り口の段階で信頼関係築いていこうよというふうに考えている人が、そこで嘘を言ったり自分を隠したりする必要がないから、そこでね嘘を言ったりとか隠してる時点で、もうダメっていうふうに、まあ、思っていただいた方がいいんじゃないでしょうか。だから逆にね、まあ、あなたは別に彼に何の期待もしていないし、まあ、その場その瞬間ね楽しく遊んで、まあ、こっちも適当におさらばすればいいやみたいに考えてんだったら、まあ、それはそんなのとさ遊んだけばいいんだけど、むしろそういう方が都合はいいとは思うんだが、まあ、そうじゃなくて、ちゃんとねこの人好きになりたいなとか、この人とちゃんと向き合っていきたいなというふうに思えそうだなと思うんだったら、まあ、ちゃんとね相手の裏をしっかり取れるような関係づくりができる人、自分の話をしてくれる人、まあ、本当にねそもそもちゃんと好きだったら自分のことちゃんと言うからって話は、まあ、これはね、もうずっとこのチャンネルでは一貫したテーマとしてねお送り差し上げているお話で、まあ、この辺りの動画でもご紹介差し上げていると思います。こちらにリンクも出てますし、関連する動画はねこのチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいて合わせてご覧になっていただければいいんだが、まずちゃんとね自分の話をしてくれるかどうか、そこを隠さないかどうか、そして隠すやつは裏切るやつだというふうに思っていただいていいと思います。さあそして3番目こちらです。はい、大事な話についてね、向き合おうとしないということですよね。まあ、今の話に関連するんだが、あなたがねこれちょっと聞きたいな、こういうことについてちゃんとね、将来のこととあるとか、まあ、今抱えている問題についてちゃんと向き合ってお話をしましょうよということに対してね、いやいやそれはちょっとまあいいよまた今度でとかね、あいやそれはまたちょっと考えるめんどくさいな、まあいずれそのうちみたいなことで逃げる人っていうのは、まああなたのことはやっぱり真剣に考えていないというかさ、あなたがね大事だと思っている問題についてそれに寄り添おうとしてないわけでしょ。まあ実際はね、まあ言うほど大事なお話じゃなかったりとか、まあ、彼から見た時に取るに足らない話だったりすることがあるかもしれないけど、でもそれにしてもさ、あなたが不安や心配を持っていてそれに対して向き合ってほしいという要望を出しているにもかかわらず、それに応えようとしない、それをスルーするということは、結局ねこの先何か大事な場面が訪れたりとか、まあ、2人の間で何か大きな決め事をしなければいけないという時に、まあ、土壇場でね逃げちゃうような人だというふうに思った方がいいんじゃないですか。土壇場でねあなたのことを大事にしないというふうに思っていただいた方がいいと思います。もちろんじゃあ向き合ってくれてね、あなたの望み通りの答えが出るかとか、あなたの期待通りになるかさ、それはまた全然別の話ですよ。ただ結果はね、あなたの納得いかない結論になるとしても、でも向き合ってくれた、なんとかね、寄り添おうとしてくれた、そこはあなたに対してね、真剣に向き合ってるというふうに、まあ、思っていただいていいんだと思います。その結果ね、合意点が見出せないのは、それはやっぱり生き方、考え方、価値観がそれぞれ違うということで、ある意味仕方のないことではあるけども、でも向き合うことさえしないんだったらさ、最初からね、もうあなたと、まあ、何か大きな問題があった時にそれを解決していく気もないし、今後ね、一緒に歩いていきながらそこでねつまずくことがあった時にあなたに手を差し伸べることなく勝手に一人でポンポン歩いていっちゃうような人だから、まあ、結果裏切られるということになるので、まあ、いつもねこう逃げ出すような人というか、まあ、いつもあなたに向き合おうとすることから逃げるような人、まあ、あなたがね本当にただただ本当にどうでもいいようなことをさ、もうただただこう不安だから心配だからってね、やいのやいの彼を追い詰めて、ちょっとこれめんどくさいなって思われるんだったらそれは話別だけど、まあ、そうじゃないような話だったらね、
まあ、彼がちゃんと向き合ってくれるかどうかというところがすごく大事な話なんで、まあ、そこをね見てあげていただくといいと思います。さあそして4番目こちらです。はい、まあ、これは男性女性ともにですね、立場でのみものを言う人ですよね。まあ自分がね、まあどういう立場に置かれているか、そのポジションに合わせてものを言う。つまり自分がね、攻めやすい人は攻める。自分がね、媚びた方が得になる人には媚びる。もちろん大人ですからね、多少合理的な判断で損得感情でね、相手に合わせて自分を変えていくっていうのは、これはこれでありですよ。それを否定するつもりは全くない。ただあまりにもっていう人いたりするじゃないですか、もうね。だからタクシーの運転手さんとかさ、まあ本当にコンビニの店員さんとかさ、まあ居酒屋の店員さんとかにはめちゃくちゃ上から目線みたいなね。しかしまあ取引先とかね、まあ会社の上司先輩等に関してはものすごくへりくだる。自分よりも強い人、自分が歯向かえない人に対してはただただね、お相手に頭下げるばかりで、自分に対して絶対歯向かってこないよねというふうに、まあ、確信持てる相手に対してはねめちゃくちゃ上から目線みたいな。でこういう人ってね、まあそれはそれでいいんだけど、他人だったらね。ただ実際にじゃああなたとお付き合いしていくとどうなっていくかっていうと、最初はさ、やっぱりあなたの気持ちをこっちに掴んでおきたいから、あなたに対してねすごく下手に出てくるわけですよ。本当にね優しくて誠実で、そして愛してるっていうような愛情表現を熱心にしてくる。しかしそれはあなたが彼のものにまだなっていないからであって、実際にあなたが彼のものになりました、彼とねお付き合いすることになりましたとなった時に、あなたがもう逃げていかないなとなると立場逆転ですよね。彼にしてみると今までは逃げられるかもしれないからへりくだっていたけども、もう逃げていかないということになったら、今度はまた上から目線でね、やいのやいのということで、あなたに対して攻撃的、まあモラハラパワハラ的なね、まあ態度を示すようになって、何だったんだこれ、あの時のお付き合いする時の、あの時のへりくだった優しい彼の態度は何だったのということに、まあなることは、これはね往々にしてよくある。まあこれもね、多分お付き合いする前段階からこの人ちょっとやばいかななんて思ったりすることあるんだけど、やっぱりあんまりこう下から来たりとかね、あんまりこう優しくされるから、まあでもお付き合いすれば大丈夫かななんて思ってお付き合いしてみると結果そうなってしまうことがあるので、まあ結果裏切られてしまうことになるんでね、まあそこはお気をつけになった方がいいんじゃないでしょうかというお話でした。さあそして5番目、こちらですね。はい、負担をねしない、自分自身は何も、まあ、失わないというか、まあ、何をね、あなたに対して代償を支払わないというか、まあ、自分はね一切の手間負担何もかけません。時間も費用もかけません。自分の都合のいい時にあなたに会うだけ、自分の都合のいい時にあなたを呼ぶだけ、とにかくねもう自分は何も失うものないですよ。まあつまり都合のいい女扱いをどうやらされているぞっていう時は、彼がねどんなに口でさ都合のいいこと言って、まあ綺麗な言葉を並べてね、あなたを愛してたとか好きだとかいろいろ言ってみたところで、でも彼自身が何も失っていないんであれば、それはさ彼は何も支払っていないし何も失っていないから損すること何もないんですよね。いつでも逃げられるんです。実際に彼がねあなたに対してまあいろんな代償を支払う、つまりまあ時間を使ったり体力使ったりとかさ、まあ時にはお金を使ったりするから、そこまでしてねあなたを手に入れるから、じゃあ使った分のね、コスト、それを回収したいなと思ってあなたとの関係を作っていくわけじゃないですか。もちろんそれだけじゃないですよ。それだけじゃなくてあなたが好きだっていうのもあるんだけど、でもある程度ねこう代償を支払ってるから自分も覚悟は決まっていくわけですよね。その覚悟は何もない、それはもういつでもね逃げます、逃げられますということを、まあ、あなたに言ってるのと同じ話なんで、なんかいつも彼と一緒にいるとなんか私ばっかりお金払ってるよねとかね、まあなんかいつも私のね、方ばっかりが時間を調整して彼に会いに行ったりしてるし、なんか彼の合間合間の時間になんか私そこの隙間に埋められてるだけだよねっていうことを感じているようなのであればね、今言ったように彼はいつでも逃げられるというか、まあ、いつでも自分はね、損することはないから、あなたを裏切ることができるという関係、だからこれも逆に言うとね、本当にあなたのことが好きだったらさ、ある程度のこう代償を厭わないというか、本当にねこう自分が多少痛い思いをしてでもね、あなたとの関係を作っていきたいというふうに思うわけじゃん。そういう話はねここでご紹介差し上げました。こちらに画像があってこちらにリンク先もあります。ただそういうのも全くなしでさ、口でいろいろ言ってみたりとかしたところでそれは何の説得力もないから、逆にね、まあ、あなたをいずれ僕は裏切る人なんですよということを宣言をしているということと等しいというお話でした。そして6番目はこちらです。はい、
根拠なきね、大風呂敷を広げられる方、まあ、これは別にね彼もそんなに悪いやつじゃないでしょうし、まあ、ひょっとしたらいいやつなのかもしれないが、まあ、とにかくねもうあなたを俺は幸せにできるとか、もう俺はずっと一緒にいるんだとか、まあ、例えばね、まあ、結婚されていらっしゃる方であれば俺は嫁さんと別れてねお前と一緒になるんだとかね、まあいうことはもうとにかくね、まあ、あなたが聞いてると気持ちよくなるというか、まあ、楽しくなりそうなワクワクする話ばっかりなんです。しかし根拠が全くないんでね、いっぱい話なんですよね。じゃあそれいつ実現してくれるの？いやそれはねもうちょっと俺頑張ってるからもうちょっと待ってくれよ、いずれまたそのうちそういうタイミングが来るからさみたいなね、まあそういう話ですよ。だノリ的にはね、これもよく言うんですけどね、まあ本当に高校生がさもうバンドでね、イカ天出てイカ天キングになろうぜとかね、武道館目指そうぜって言ってるのと同じぐらいのノリのね話でしかなくて、あなたに対して本当に誠実に向き合っていくんだったらやっぱりいついつまでにこういうふうにやるから、じゃあそうなったらこういう関係にしていこうぜとか、じゃあ俺はいついつまでにこういうタイミングでこういう行動をするんでね、それに合わせて君もじゃあ俺に対して向き合ってくれるかなとか、具体的なアクションと、そしてそれに伴うやっぱりある程度のこう日付ですよね。きっちりかっちりしたものじゃなかったとしてもさ、ある程度こういうタイミングでね、こういうスケジュール感で動いていこうぜというような、まあ、工程表までいかないにしても、まあ、なんとなくね、こう未来の青写真をさ、ちゃんとあなたに示すわけじゃん。根拠のあるね。まあ、そういうもの全くなしにさ、もう俺は幸せにできる。俺と一緒にいれば大丈夫だ。お金はそのうち大丈夫。俺金持ちになれるから頑張るよみたいなね。なんだこれっていう話に聞いててね。まあなんかどっかで嘘くさいなとかね。まあ彼は嘘ついてるわけじゃないんですよ。嘘ついてるわけじゃなくて本気でそう思ってるんだけど、でも中身何もないし、根拠も何もないから、結果的にね、まあ裏切られて、まあ、それに乗っかる方もね、乗っかるあなたもどうかしてるとは思うんですけど、でもさ、ね、やっぱ言われてると気持ちよくなっちゃってね、乗っかっちゃう気持ちもわからなくはないんで、だからそういう人には乗っからないと。だからちゃんと根拠をね、示してくださいね。じゃあ何、奥さんと別れるの？別れるんだったら、じゃあいつ、どういう形で、じゃあ別れるような形、その根拠となるようなものをちゃんと示してくださいねというお話をね、していかなきゃあかんですよねというお話。だからこのあたりもね、特にまあ不倫絡みの方はね、こういうお話でご紹介させてあげました。特にそういうさ、なんか都合のいい話ばっかりする人はね、一番気をつけた方がいいって話、こちらに、ご紹介させてあげてます。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたりの話ちょっと思い出していただきながら、まあ根拠なき大風呂敷を広げる人はまあ結果裏切られることが多いというそんなお話でした。さあ、そして最後7番目です。はい、息を吐くようにね、嘘をつく人っていうのもいるんですよね。もう本当にね、嘘をつくのがうまいというかね、まあ、嘘をつくのが慣れていて、なおかつそれがバレた後もね、全然しれっとしてるような人、まあ、これはだから本当に性格がいいとか悪いとかっていうよりは、もう本当にその人のある意味性分なのかもしれないですけど、とにかくこうね、あなたに対して隠し事をしていてね、まあ、大概やっぱりこう隠し事をしていたりとか嘘をついたりしてると、まあ、ちょっとこう話がしどろもどろになったりとかさ、つじつま合わないことがあったりして、あ、この人嘘ついてるなって分かったりするじゃないですか。だからそういう素振りが一切なくて、後になってから、あれ嘘だったんだ、しかもあんな完璧に、もう本当になんか一切顔色一つ変えずに、嘘だったんだ、これって、とんでもないやつだねっていうふうにこう思ってしまうようなことが、もしあるならば、またそれがね、頻繁にあるようであるならば、まあそういう人ってさ、やっぱり信用できないというか、嘘をつき慣れてるし、ある意味こう人をね、騙すことに対して、なんだ罪悪感を感じていない。まあだからね、まあ今後あなたに対して嘘をいくらでもつくでしょうし、その嘘をつくことに対して罪悪感を感じることもないし、またそれがバレた時にもね、またしれっとね、また上書きの嘘をして、自分自身の保身に走ってあなたを丸め込もうとする。で、あなたもなんかモヤモヤすんな、なんか騙されてる感じがすんな、なんか納得いかないんだけどなと思いながら、まあ、ずっとね、その上塗りをされた嘘のもとに彼とお付き合いをしていきながら、まあ、どっかでさ、それもね、積もり積もってドカーンと爆発して、なんか全部騙されてたと、何だったんだこの時間っていう話になってしまうことがあったりするんでね、まあだから、まあ、嘘をつく人が全員悪い方はそんなことはないですよ。まあある程度ね、こう必要悪としての嘘もあるでしょうし、まあどうしてもね、嘘をついた方がいいっていう大人の事情もあるでしょうと。だからそういう時もさ、今言ったように多少はね、あ、この人嘘ついてんのかなとか、まあ、ちょっとこうね、あ、私騙そうとしてんのかなっていうのが伝わってくるような嘘をつくような人だったらまだマシなんですけど、それ自体もあんまり良くないけどね。
だけどそういうこと、そういう気配さえ一切感じさせずに、もうしれっとね、本当にこの人呼吸をするように嘘をついたりするんだね、顔色一つ変えずにという人は、まあ、ちょっと怖かったりするしね、まあ、そういうことがちょいちょいね、あなたとのお付き合いの中で見え隠れするんだったら、まあ、いずれね、手に、まあ、あとあと大変なことになったりすることが多いから、まあ、結果裏切られる前に早いところね、まあ、損切りをする方向にお考えになった方がいいんじゃないでしょうかというお話でした。ということで、全7項目ご紹介をさせていただいています。男性がというお話をね差し上げていますが、もうお気づきのようにね、まあ、男女逆にしても同じだし、同性同士でもね、まあ、こういう人とのお付き合いっていうのはやめた方がいいし、まあ、逆にねあなた自身がこういうふうに思われちゃうとお相手にねドン引きされることもあったりするので、まあ、自分自身がならないっていうのはまあ当たり前ではあるんだが、まあ、こういう人とのお付き合いそのものをね、まあ、お相手が男性であれ女性であれね、まあ、気をつけた方がいいですよと。特にそれがまあ恋愛絡みとか、また婚姻関係に発展していくような真剣なお付き合いっていうことになっていくと、まあ、その時のね裏切られた感っていうのはすごく大きなものになっていくんでね、まあ、ちょっと危ないかなっていうふうに思うんだったら、早いところね、ちょっとお別れの方向で、まあ、舵を切ってもいいのかなと思います。もちろんそれぞれにはね、まあ、お相手には言い分もあるでしょうし、まあ、状況とか環境とかね、まあ、よくよく見てみればそうではなかったっていうこともあるから、こうだから一概に全部悪人だっていうとそういうことじゃないんだけど、ただ傾向としてねそういう可能性が高いというふうに、まあ、考えていただいた上で、まあ、お相手のことをよくよく見ていただくぐらいの冷静さを持っておいて、そんなことはないと、いうことなので、参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。